ああいう世に出てる説が嘘だって、あの食べないどんぐりばっかりと朝から晩までどんぐり食べ続けてます。でこれがこの時期の秋の、クマの食生活だから、あのどんぐり栗も食べますよ。どんぐりと栗がないから仕方ないから課金に来てる、もう買えばそんなことすぐ分かるでしょ。だから1日に多い時は1日10キロ食べるんですよ、どんぐりをね。だからどれぐらいどんぐりがあればいいか、うちは今どんぐり運んでますけど、だいたい50キロ運ぶんですよ。50キロどんぐりとこれぐらいでしょ。10キロどんぐりたらかなりですよ。もう山のように。そしたら1週間そこでクマが止まってます。そこでずっと食べ続けてます。でね、最近動画がすごくできるようになったから、その動画で撮ってもらったんですよ。そしたらちょっと笑っちゃったんですよ。食べ方が今山から出てきて、その置いたどんぐり食べてるクマとうちが飼ってるトヨと同じ食べ方もう笑ってしまうと、こうやって食べる、もうこうやって自分のものが見たもうこうやって負けないってだからね、本当にクマのこと研究しようと思ったら飼うべき。で飼わないで、今論文ってね、誰もしてないことを書かないと論文ならないでしょ。だから誰もしてないことって何なのかっていうと、どん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 細かくなっていって、もう今 DNA ばっかりですよね。で DNA なんていくら調べたって生き物の生態なんかわからないですよね。だから彼らってものすごく超エリートなんですよ。もう一流大学出て、でも、エリートなんだけど言ってることを私たちから見たらもう笑ってしまいそうなことばっかりで、何にも自然が分かってないなって、思いますよ。そうだから私みんなに言ってるんですよ。皆さん死体ばっかり解剖しないで生きたクマ飼いませんかって言ってるけど、誰も飼わない。本当にね、トヨってね、初め飼うときに猟友会の人もすごく止めた。森山さん、もうそんな大人で野生になったクマ絶対懐かない。だからもう飼ってあかん、飼ってあかんって、もうこんなもん殺しとかなあかんって言ったけど、うちは飼ってみた。そしたら初めは人間を恐れてね、まあ私なんかトヨを助けたと思ってるじゃないですか。でもトヨは人間が怖い。だって殺されそうとしたんですからね、もう人間怖い。だからね、トヨって言ったらね、クマってあれ習性全てかどうか知りませんけど、トヨはトヨって言ったら走ってきてね、フッて言うんです。フッて言ってどんなに逃げるんです、怖いんです。だから怖かったらね、そのまま逃げたらいいでしょ。クマの習性ですね、走ってきてフッて言って逃げるんです。それはそこに檻があるからね。だから檻がなかったらクマは走ってきてこうやってあっち行け、こうやって逃げる。でこれが人身事故なんですよね。だからうちの顧問の先生がすごいいっぱい研究したけど、クマと人間の臨界距離は12メートル。12メートルよりも離れてたら必ずクマが逃げる。それだ、この間俺の友達がクマと遭遇してだいたい12メートルぐらい先にいたって言ってた。そういうより近いところで会うとクマはわー逃げられないと、逃げられないと。そしたら自分から走ってきて、まあ、武器ってこれだけなんです、だからほとんど引っ掛け傷ですよ、人身事故ってほとんど引っ掛け傷、パッとして逃げる時間を使ってこう逃げる、そういう習性があるんですよね。だからなんかと初めの頃ね、せっかく命助けたのにね、なんか全然楽しくなくてね、だってもう向こうは人間から逃げたいばっかりでしょ。でもね、やっぱり賢い動物ですよ。飼うと分かるけど学習するんです、どんどん。だからこの人たちは自分を殺そうとしていない。この人たちは自分に愛情を持ってるっていうの分かる、だからね、どんどん学習していくんですよ。でもね、なかなか懐けませんでしたよ。犬みたいにあんな早く懐かない。やっぱり一旦殺されそうになった動物だからね、すごい時間かかりましたけど、少しずつ少しずつ学習していく。
それでね、トヨがね、いや私もずっと世話行ってるわけじゃなくて、お世話隊じゃないから、あのずっと見てるわけじゃないんですけど、トヨがね、去年突然ね、後ろの両足が動かなくなったんですよ。原因不明。ある時倒れてたんです。去年の7月。トヨが倒れてるって、後ろ足がもう両方とも、それでもう原因わからない、治そうと思ってね、みんなすごい涙ぐましい努力して、もう多い時だったらみんな仕事休んで、トヨのとこ付きっきりでね、10人ぐらい。それで夏暑いからトヨ動けない、プール入れなくなった、かわいそうって扇風機回してね、でトヨはご飯も食べられなくなったんです。で、わあもう死ぬって、何も食べない、死ぬって。でその時ね、一人の人がね、さくらんぼやったんです。だそれだけ食べたの。それで、あ、トヨさくらんぼで生き残るかわからないって言ってね、さくらんぼをトヨの口に一粒ずつね、もう手がだるくなって動かなくなるまで一粒さくらんぼやって、もうみんな涙ぐましい努力したんですよ。で、まあ私の感覚だけど、あの看病して、あ、それでね、あの、まあ、8月13日今でも覚えてるんですけど、獣医さんに会いに行ったら、もう殺処分した方がいいですよって。どうしてですかって言ったら、後ろ足ね、動かないから歩くとき、こうやって引く、こうしてんの、前足だけで歩くんですよ。だんだんここが擦り切れてくるんですよ。で、擦り切れてきたら必ず感染症になりますって。で、バイキン入ってね、感染症で死ぬっていうのはね、もうかわいそうで見ておれないですよって。だから安楽死、もう思い切ってした方がいいですよって言われて、みんなショックでね、そんなって言ったら、8月14日、四つ足でパッと立ったんです。信じられないでしょ？もうこんなことってあるんか思いましたよ。殺処分されるって聞いたんかなというぐらい。いや、する気はなかったですけどね。でも悩みましたよ。感染症で死ぬのがどんな大変か教えてもらったからね。で、その間、みんなで、トヨや、トヨや、トヨやって、もう涙ぐまし努力して、で、まあ、その、今、四つ足でどうにか歩けるようになって、だんだん、今、だいぶ元気になってますけど、あのことで、私は、トヨは、すっかり変わった。もう、この熊森の会員を、もう全幅で信頼するようになった。だから、あの、面白いんですよ。トヨのお世話行くでしょ。で、帰るときに記念撮影しよう思って、あの、今までそんな大変だったんだけど、トヨ一緒に写真撮ろうやって、ここに檻があるんですけどね。飛んでいて、いつでも一緒に写真撮れる。もう自分から飛んでくる。トヨって言ったら、ザーって飛んでくる。だから、あの、人間にもいろいろあるんだなっていうのは、トヨはもう勉強して、やっぱりあのね、すさまじい看病したんですよね、みんなもう。本当に死ぬと思ったからね、あとよやって、そういう、そのどういうかな、自分がこの人たちに愛されてるっていうのを知って、うん、やっぱりね、そういうことがすごくわかる動物なんです。でも今日本のあのマスコミ見てたら、なんかもう凶悪犯人みたいになってるじゃないですか、クマがね、もう人見たら飛びかかる、もう全然違う姿が日本中に広まってる。真実っていうのは本当になかなかあれですよね、うん、そう、自分が接することがないとわからないです ね、いくら人の話聞いても、いくら本見てもわからない、買ってみて初めてわかる。だから、トヨを見てて思うのは、そのクマも犬も一緒なんだけど、どんなに人の心を見てるか、本当にあの感情を全部伝わる、もう素晴らしい動物ですよ。